Spinner. Good morning, ケリーアンです。9月12日火曜日、世界で今起きていること。G20 終了後、蚊帳の外にいたロシアのプーチンと北朝鮮の金正恩が接近していると報じられています。このポッドキャスト、デイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。金正恩はロシアに向かっている。ロシア大統領府は北朝鮮労働党総書記の金正恩がロシアを訪問すると明らかにしました。これに先立ち韓国メディアは金が特別列車で平壌を立ったと報じており、今日未明にも国境を通過したとみられています。金は新型コロナウイルスの感染拡大以来北朝鮮を出ておらず、4年ぶりの外国訪問となります。プーチンは東方経済フォーラムに出席するために極東ウラジオストクに滞在しており、両者は13日に同地で首脳会談に臨む模様です。会談では北朝鮮はロシアに砲弾などを供給する見返りに、食糧支援や原子力推進艦などの開発に向けた技術提供を求めるとみられています。プーチンは選挙で圧勝した。ロシアで行われた統一地方選挙はプーチン率いる与党統一ロシアによる圧勝で終わりました。8日から10日にかけて行われた投票はロシアが併合したウクライナの4つの州でも実施されています。ウクライナ政府はこの選挙は正当性がないと強く非難。投票前にはドローンを使い、占領下の町に投票を控えるようビラをまくなどして訴えてきましたが、統一ロシアは7割を超える票を得たと報じられています。インスタカートの評価額は最大1兆3500億円になりそう。アメリカのフードデリバリープラットフォームのインスタカートは近く実施する予定の IPO で86億ドルから93億ドルの評価額を目指しているようです。これは同社が11日に当局に提出した文書から明らかになったもので、調達額は最大で6億1600万ドルになる予定です。最大93億ドルの評価額は新型コロナのパンデミック時につけたピーク時の評価額390億ドルと比較すると実に4分の1になります。2012年に創業したインスタカートは現在ウォルマートなどの食料品店と提携しており、薬局チェーンのウォルグリーンと提携して医薬品を販売するほか、家電量販店のベストバイトは家電やガジェットを販売しています。有料テレビの対立が解消した。スペクトラムブランドでケーブルテレビなどを運営するチャーターコミュニケーションズと世界最大のエンターテインメント企業であるウォルト・ディズニーは番組放映契約をめぐる対立を解消することで合意しました。ディズニーはスポーツ専門局 ESPN などのコンテンツを提供していましたが、チャーターがこれらの契約料金引き上げに反発。ディズニーが傘下のチャンネルを引き上げ、チャーターの顧客1470万人がスポーツ番組などを視聴できない事態が続いていました。結局両社は今シーズンのマンデーナイトフットボール初回放送の数時間前に対立を解消しました。イランとアメリカは囚人を交換する。 AP 通信の報道によると、アメリカとイランは経済制裁の対象となっているイランの資産およそ60億ドルの凍結を解除すること、アメリカで拘束されているイラン人5人を解放することなどと引き換えに、イランで拘束されているアメリカ人5人を解放することで合意しました。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官が11日凍結を解除したことを議会に通知しました。イランがアメリカや同盟国への脅威を増大させる中、凍結解除がイラン経済を勢いづけることになるとして、野党・共和党などの批判を招く可能性がありそうです。デイリーブリーフは皆様のご意見をもとにより良いコンテンツにアップグレード中です。引き続きパートナー・リスナーの皆様のご感想をコメントなどでお待ちしております。ケリーアンでした。 Have a nice day!